ぞお越しくださいました。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、はじめまして、恐竜大好き佐藤さゆらです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。恐竜大好きっていう、はい、なんかあんまり女の子でなかなか聞かないなと思うんですけれども、恐竜だってこの1作目がジュラシックパークが公開された時にはまだ生まれたばかりか、それぐらいですもんね。そうですね、もしかしたら生まれてなかったりとかもしたかもしれないですけど、あの、両親の影響でやっぱ一緒に見てて、迫力満点でそういうところに惹かれて、ずっと大好きです今まで。周りにいますか、恐竜好きな女性というのは。あ、今まで一人同じぐらいの年の子でいたんですけど、はい、でもやっぱり少なかったですね。そうですよね、はい、なかなかね、会話が弾まず。あの応援さんが、はい、あの餌付けしてこう犬のように待てみたいな、ラフトローで、ね、あるじゃないですか。、はい、まあ、あれはやっぱり恐竜好きな人からしたらもう夢じゃないですか。恐竜が言うこと聞くのみたいな。ごめんなさいね、その夢っていうのがあんまりわからない。なんでですか。ラプトルをじゃあ手なずけたい、なんかね、セリフでは支配するんではなくて、はい、みたいなね、はい、会話になってましたけど、ペットにしたいっていう気持ちがあって、やっぱりトカゲとか飼ってる方いらっしゃると思うんですよ。私そういう側だったんですよね。もう恐竜飼えないならトカゲ飼っちゃおうかなみたいな。え、飼ってたことあるんですか。ないです。もう親に許されなかったです。やめて、気持ち悪いからって言われて。なるほど。代わりにやっぱりそういうのをじゃあ飼っていたかった、はい、爬虫類系大好きで飼いたい。もう捕まえてばっかでした。自然にいる恐竜をもうちっちゃいのが捕まえて、はい、遊んでましたね。ジュラシックパークシリーズ全部にハマっていただいているということなんですが、今日ですねご紹介するこのレゴジュラシックワールド、佐藤さんもねお気に入りのシーンもね、おそらくレゴで再現されているんではないかと思いますよ。楽しみ。誰かいるか。インジェンのホスキンスだ。来た理由はわかるな。オーウェンこっちは奴に対抗できるラプトルの研究に2年かけてる。こちらも先ほど多分あの映像の中に、実写の映像にもあったかと思うんですけど、ウルトラロンドンがこう街を走っていた、あの、食品ホールの方を襲うというようなシーンですね。映画では本当にあのリアルでしたけども、このレゴバージョンだとね、可愛らしい、ね、少し可愛くなってますね。佐藤さんってあの好きな恐竜って何ですか。パチケバロサウルスが好きです。頭がボールみたいになってる。、はい、あ、このシルエット、はい、このシルエット、この子が好き。すごいですね、シルエットで分かるんですね。あ、はい、はい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 。ちょっと今もこれどうですか、佐藤さん今ご覧いただきまして、目の前で。いやー、恐竜を、恐竜と共に生活したいっていう夢があったので、こんな風に触れ合えるみたいな環境がゲームで楽しめるって、やっぱ夢だったんで、すっごい嬉しい。もうタイムマシンあったらもう戻りたいぐらいで、本当に大好きなんで。帰ってきてくださいね。帰ってもいいですけど。